大きな夢の実現に向かってその第一歩を踏み出します。1993年5月15日 J リーグの開会を宣言します。 J リーグチェアマン川淵三郎。30周年という一つの節目ではありますが、まだまだ歩みを止めるわけにはいきません。各クラブがそれぞれの地域で圧倒的に魅力的な作品を作り、60クラブがそれぞれの地域で輝くことを徹底していきたいと思います。これはもう本当に皆さんの努力のおかげでね、サポーターも多く応援していただいたおかげで、ここまで成長するとは正直言って思ってませんでしたよね。30年前に J リーグができたことで日本の子どもたちはあそこに行きたいという夢を持てるようになったんですよね。で、やっぱ次はアジアの子どもたちも同じように日本のあの J リーグに行きたい、日本に行きたいっていうふうに思う子どもたちがどのぐらい増えるかってすごく重要なことだと思うし、そのぐらいの価値はこれからもっと作っていけるんじゃないかなと思ってます。ジュビロ磐田、遠藤康人選手です。遠藤康人選手、おめでとうございます。遠藤選手はこの会場にお越しいただくことはできませんでしたが、なんとですね、現在オンラインにて遠藤選手とつないでおります。元気ですか？元気です。いや、 MVP ですよ。ありがとうございます。今の素直なお気持ちをどうぞ。はい、もう非常に嬉しく思いますし、光栄に思ってます。相変わらずかっこいいですね。それじゃあスマイル。はい、いい表情です。そうそうたるメンバーの中の11人に選んでいただいて、またミッドフィルダーの選手も本当に素晴らしい選手がたくさんいる中で僕自身入れていただいて本当に嬉しく思いますし、誇りに思っています。この賞を励みして、恩返ししていきたいなというふうに思います。 Keep smiling。 どうぞ。30周年という節目の年にこのような賞をいただいて、はい、本当に光栄に思います。自分自身も、まだ頑張りたいと思ってますんでね、こういうベストイレブンとか、そういうものをやっぱ励みにこれからも努力していきたいなと思っています。はい、そのまま右手に行きます。国枝さんが一番いいの